電気通信大学の石橋と申します。ですね、先ほど、この小玉さんからお話がありました、ワーキンググループですね、若手による若手のための学会革新ワーキンググループというのが、つい先日本当に設置されまして、そのリーダーを仰せつかっております。で、この会はですね、これまで研究会っていうのの全く違う、新しいものを求めてですね、本当に学会のあるべき姿、学会っていうのはどうあればいいのかっていうのを、我々から、発信していくと。で、そのために、できることをやっていこうっていうことで、まず最初のステップとして、若手の方々のですね、ネットワーキング、特にですね、その学会の機能として一番主要なものであった、その研究会の後の、まあ、交流会とかですね、そういう機会が失われてしまって、その中で、皆さんの、その、まあ、研究される若手のすごい素晴らしい方々が、つながれない状況が生まれてきてしまっていると。で、一方で、オンライン化されたことによって、いろんな場所にいる人が、いろんな場所から参加できて、まあ、自由に学会のソサイティとか、研究会の垣根を越えて、自由に参加できる状況にあるので、これを利用しない手はないということでですね、まあ、コーディネーターのいろんな方々ですね、まあ、今ちょうど会場にいられる方々の、本当に、尽力を得まして、今回のこの会に、つなげた形になります。で、まあ、何か私から言うことは特にそんなにないんですけれども、電子情報通信学会の、まあ、これからのありようですね、を、我々から提言して、本当に、学会に参加してよかったって思えるようなものにしていきたいと思ってますので、ぜひ、これを機にですね、皆さんからいろいろ意見をいただければと思っています。発表者の方はもちろんですけども、参加されている方々で、なんか学会一文言なんか言いたいということがありましたら、ぜひ私にメールいただければ、なんとかしてみせますんで、ぜひ今後よろしくお願いします。で、今日はですね、3件、まあ、若手が聞きたくなるであろう、方々ですね、中堅のすごい頑張っておられる方々をお呼びしまして、若手が悩んでいることの、どうしたらいいかということをぜひお聞きできればということで、依頼をしております。で、その後、弾丸プレゼンが続きまして、その後ですね、懇親会がございます。で、ぜひですね、若手の方々の間では、ぜひ、ネットワーキングをすごいやっていただいて、まあ、科研費一緒に書くとか、プロジェクトを回すとか、共同研究するとか、すごい優秀な方いっぱいいますので、ぜひそういう機会にしていただければなと思います。はい。じゃあ、今日は一日よろしくお願いします。